朝さ、羽田にさ、空港変わったけど、二人大丈夫そう？え？急いでね、急いでね、なるべく早く。ガチ焦りじゃん。はい、ということで、イオにかけていきたいと思います。おはようございます、お疲れ様です。おっとつ、今さ、おみさ、羽田空港着いたんだけど、はい、今どの辺？はいはい、私ね、まだ着いてなくて、うん、50分になんか着くみたいな感じの電車なんですよ。50分に着きます、大スターミルタルに。羽田空港だよね。成田です。あ、違う違う、羽田。え、成田じゃないですか？え、朝羽田に変わったって編集長から連絡来たよ。あれ来てない？マジですか？マジ。グループですか？うちは個人で来た。多分個人に直接お連絡行ってると思う。え、私成田のこと思った。成田でしかも50分着？10時半集合でしょ、だって今日。え、連絡来てないです。羽田、羽田、羽田に来てほしい。あ、わかりました、すぐ戻りますはいよ、じゃあお疲れ。はい、失礼します。はい、これ出てきたとばっちゃんが言ってよ。はい、ってことでネタバラシしまーす。ごめん、朝からドッキリ仕掛けた、嘘。なぜた？めっちゃびっくりしたんですけど。めっちゃ電車や。10時半集合じゃないっていいよ。もうそのまま羽田に行ってください。すいません。いやいや、気をつけて、成田においで。後ほど。昨日心配ですね。普通に遅刻でしたね。はい、やばいですね。ドッキリとかの前のお話でしたね。はい、じゃあ着いて、はい、どんな謝罪するのかっていうところ、ね、楽しみですね。楽しみですね。はい、はい、次はハラにかけていきたいと思います。騙されるかな、ハラちゃん。ハラは騙されるってか、すぐ確認連絡入れると思う。でもちゃんと調べてくるから、いや絶対ないって言ってくると思う。もしもーし。おはよう。おはようございます。今日さ、はい、あれ、羽田空港になったじゃん。おみ、もう着くんだけど、原今どの辺にいる？え、成田ですよね。いや、もともと成田だったんだけど、なんか羽田に変わったって朝なんかね、連絡来たんだよ。え、来てないですよ。嘘。え、編集長からだよ。多分ここに連絡行ってると思う、緊急連絡だから。え、来てない？羽田、羽田。え、もう来てました、成田。嘘。え、成田から羽田どんぐらい？でも、あ、まだフライトまで2時間半あるので、間に合うと。一回確認してみ。はい、行ったな。うい、ほー。騙されてた？いや、半信半疑な気がする。だってそんな焦ってないもん。確かに、あんま焦ってる感なかった。マジで多分やばいと思ったら焦ると思うね。あとやっぱうちらがさ、ちょっとドッキリやりすぎた感もあるね、もしかしたら。あ、あるね。しかもこんな突然に絶対ねえだろと思ってるけど。絶対マジする。すいません、あの、羽田空港に変わったっていうドッキリでした。すごく良かったです、報告が。いや、ほんとだ、あの、こっちもこっちで羽田空港に行かれたらやべえと思って急いでバラさなきゃって。え、本当迷惑だよね、わかる。いや、本当そうよ、あの、本当失礼。ってことで、後ほど合流しましょう。またね。バイバイ。かわいい花。めっちゃ落ち着いてたね。落ち着いてますね。あとやっぱり多分言ってくれたらよかったのにのテンションもやっぱりちょっと多分疑ってたね。うん、疑ってますよ。真面目だし、ミスることない人間なんで。まあ確かに確かに、うん、そもそも遅刻とかもね。はい、ということで、アンジェとカホが一緒に前乗りしてたらしいので、その二人に連絡をしていきたいと思います。アンジェにかけていきます。前乗りでさ、成田に前乗りしてさ、羽田に買われて最悪だよね。最悪すぎるでしょ。本当に。もしもし。おはよう。おはようございます。あれ、なんかさ、ストーリー見たけど、カホと前乗りしてんの？はい、してます。え、成田だよね、前乗りしてる。はい、成田ですよ。あれ、朝さ、羽田にさ、空港変わったけど、二人大丈夫そう？え？あの、羽田に。え、じゃあ連絡来てない？あの、まーちゃんから。え、来てないですよ。え、来てないですよ。え、やばい。もう無駄なんですよ。
距離も無理です。え、てか羽田から成田どんぐらいかかるのかな、移動距離。いや、5時間ぐらいかかりますよ、今から行ったら。バカバカ、それは絶対に嘘だよ。どこ行くつもりなんだよ。本当ですよ、だってもうあたふたしてタクシー行ってないとかしてたらもう無理です。5時間かかっちゃうの。え、てかもう無理です、もう行けないです。ちょっと待って、あの、はい、ちょっとうち、あの、聞いてみるよ。はい、はいはい、また連絡するね。はい、はい、お願いします。はいはい。めっちゃ焦ってたね。うん、焦ってる。焦るよね、でもそりゃ焦るね。しかもさ、カホも年下やん、アンジェからしたら、うん、頼りがいないじゃん。だからさ、アンジェこうなってると思う。で、カホはさ、アンジェさん、アンジェさんみたいな感じは絶対。アンジェ一人多分荷物抱えてるわね。何してって言って。本当に朝から。もしもし。ビデオ通話にしてほしい。おお。はい。おはよう。すいません。あの、な、羽田から、成田から、羽田から成田になったっていうドッキリです。ドッキリ？はい。かわいい。オミもこのために今日10時入りだったんだから、みんなより30分早く来た、わざわざこのドッキリをやるために。もうみんなで韓国楽しみましょう。楽しみましょう。じゃあ後ほど合流しましょうね。はい、お疲れ様です。いいよ。ということで、はい、めっちゃ焦ってたけど、はい、2人でもやっぱ焦るんだね。焦ってたね。でもマジなんか焦ってる感じしない、かわいい。なんかちゃんとなんかさ調べてたら偉いわね、うん、ちゃんと、もう無理いけないアンジェたちとか言ってたけど、ちゃんとコートしてるとこは愛おしいです。確かに。はい、はい、ではそんな感じでした。はい、前見にかけていきたいと思います。お疲れ様です。おっちおはよう。おはようございます。今羽田着いたんだけど、前見あとどんぐらいで羽田着く？え、羽田？うん、今日羽田になったよ、空港。え、私成田空港にいるんですけど。今もう成田空港着いちゃってる、もしかして。はい。嘘嘘、あれ朝結構早い時間に羽田空港だよって変わったよって連絡来てるよ。え、来てないです。え、もう、え、ドキリですか？違うよ、違う。こんな出発寸前にあのドッキリ、本当に申し訳ないって。急いでね、急いでね、なるべく早く。ガチ焦りじゃん。ガチ焦り。今私にちょっと電話来てます。あ、来てます、ね、じゃあ一回私これ切って、うん、このままミカ電話しようか。はい、はい、切りました。ねえ、絶対ドッキリ。はい、マミさんおはようございます。すいません、あの成田から羽田に変わったっていうドッキリでございました。はい、ってことで無事に空港変わったのドッキリ。よかった。空港無事に行ってしまいました。やだよね、こっちも嫌なんだよ。全然別に朝からドキドキさせたくないのよ。びっくりしたいです。はい、だから鼻が一番絶対新規だなと思ってた。はい、この後はみんなの私服チェックをしていきます。はい、それではどうぞ。はい、カタミカです。私の私服はこんな感じです。じゃん。はい、ということで、ね、初の韓国はですね、とっても寒いと、まあ、皆さんおっしゃってたんですが、その通り寒いということで、めちゃくちゃ防寒を中心にね、あの考えてきました。まあ、移動中はね、やっぱ寒いの私結構苦手なんで、めちゃくちゃ防寒してます。中にはあの裏肝タイツの桃引きみたいなの履いてたり、これショート丈なんですけど、中にあの桃あのヒートテック着てたり、背中には北海道が貼ってあったり、本当に寒いのが嫌いなので、もう完全防寒という感じでね、というコーデになっております。コーデも別にないです。以上です、カトリカでした。チャンスマーミです。はい、マーミの飛行機のコーデを紹介します。
はい、ちょっと一歩下がって。中はちょっと映せない。なんで？いいじゃん、可愛かったよ。いけないなって。すごいの、このヒートテック手まで出てるって。違う、本当に寒いって聞いて、風も引いたら大変だなと思って、とても暖かい格好してきたの。でも暖かそうだね。そのコーデのポイントは？この帽子かな。気に入ってるもんね。この帽子がちょっと最近のお気に入りなんだけど、これもダサいって言われたんです。言ってない。帽子は言ってない。なんかあのこれはすごいの、ここまで隠せるの、ほらすごいね。すごくない？伸びるから。だから買ったんですけど、なんか店員さんがこれが被ってたらすごい可愛いと思ってくれて買っちゃって、ノリで。その高そうなダウンはどこですか？シーンで買った。シーンで買ったんだけど、すごいね、生地がちゃんと分厚くて厚いから、あと私絶対に丈の短いアウターで来ないって今日は決めてたんですよ。やっぱ撮影の時とかって露出結構多いから寒いので、あの、足元まで隠れるアウターを1個持ってきました。で、今日は荷物が10キロまでだから、アウターも1個持ってこられなくて、これ絞った。ダサいって言わないでください。写真できます。初韓国。はい、原ちゃんです。私の私服はこんな感じでーす。あのすごい寒いと聞いたので、これはザラのアウターを着てきたんですけど、かなり今まだ空港で暑いので、まあこれは飛行機中は脱いで、中はこういうスウェットな感じで、まあ、全体的に白っぽく着ました。でもこのザラのアウターもめっちゃ暖かくて優秀で、もう下までロングで長いので、これからの日本の真冬でも大活躍ということで対応していきます。はい、アンジェです。アンジェの宿はこんな感じです。まあ、韓国は寒いって聞いたので、ちょっとスウェットとなんかトレーナー、あったかいトレーナー合わせて、ちょっと寒いか雪国意識。かわいいね、感じでその帽子。もこもこで、もっと寒くなったらここ取って、ここ耳まで隠そうかなって思っています。お気に入りはこれ、やっぱりかわいいね、それ。以上、アンジェでした。はい、カホです。カホの私服はこんな感じで、あ、でも韓国は日本より寒いってことで、あのもう防寒することだけを考えてきました。なんでニット帽と、あのブーアグのブーツと、でこれはあのもう防寒用にブルーソックスを履いてきました。白のモンクレと帽子を揃えてきた。かわいい。そのダウンモンクレなんだ。はい、そうです、モンクレ。あったかいですか？超あったかいです。一日頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。あ、来た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 。あ、あいつだ。マジやばいよ。1時間遅れはガチでやばいよ。もうね、みんな全部チェックインした。中入っちゃった。キヨです。ハッシャはこんな感じです。めっちゃニコニコじゃん。わかる。テーマですか？テーマはもういかに楽にあの移動できるかっていう服装で、基本移動するときはもうめっちゃ楽な服装してるんですけど、寒いんであのアウターはダウン着て、で黄色が好きなんで黄色にしました。じゃあ今日も一日頑張ってください。はい、本当にパスポート忘れた。てかさ、本当にそんな人いるんだね。なんで？やばいやばい、どうして、ちょっと待って。はい、か
わいい。コピーは持ってます。ねえ、ほんとやばいよ。コピーは持ってる、本当に。そんなやついる？マジやばいよ、もう。もう間に合わないよ、それ。え、どうして、ほんとどうすればいいのって、一人でフライト？もうパスポートなんて頭になかった。日本の国内行く気満々だった。あー、韓国なのに忘れちゃった。しかもさ、また改めてパスポートって言ったのに。言ったっけ。私の方でも調べたんですけど、今日飛べる飛行機も空きがないようです。絶対大丈夫だね。ダメって思ったらダメになるし、今日お守り持ってきたから多分大丈夫だと思う。神様でもダメだったか。待って、またね。いける。じゃあね。初めてのお疲れ。え、マジ。え、なんか思った。一回行ってきます。早く行け。